今回はこちらの本から地球の中心部は〇〇と同じくらい暑いというテーマでお伝えしたいと思います。地球の中心部は暑いことは皆さんなんとなく分かっていると思うんですけど、その暑さというのが全然ですね想像がつかないので、なんとかこう想像できるような形で比較対象を持っていきたいと思います。地球の内部というのをちょっとだけご説明したいんですけど、このようなですね層状の構造になっていて、一番外側が地殻ですね。めちゃめちゃ薄いところ、絵ではほとんど見えないぐらい薄い部分ですね、地殻で、その下に上部マントルというのがあり、さらにですねちょっと茶色く塗られた分厚いところ下部マントルがあって、その下側が外部コア、またもっと一番真ん中に内部コアがあります。このような層状というか玉ねぎ状というかですね、卵みたいな形になっています。で、私たちが住んでいる地球の表面あたりというのは、私たちの体感で言えば0度から30度とか、そのようなあたりです。で、それに対してですね、地球にどんどんこう穴を掘りながら中心に向かっていくと、温度が上がってくるわけですね。だんだん暑くなってくるわけです。日本で地面に穴を掘って地球を貫通したらブラジルに行けるんじゃないかみたいな、そういう話もあったと思うんですけど、暑すぎて行けないわけですね。で、地球の内部がどんどん穴を掘っていった内部がどうなっているかと言いますと、上部マントル下部マントルあたりまでは岩石です、岩石って言ってもものすごい熱くなっていて、ものすごい圧力も高くて光り輝いているような、そういうところだと想像されているんですけど、一応カチッと固まったような岩石でできているわけです。で、その下の外部コアの部分ですね、外部コア内部コア、このコアという部分は鉄とニッケルの合金でできているんですけど、ほとんどは鉄ですね。鉄でできているんですけど、外部コアでは鉄がサラサラの液体になって溶けています。どんだけ熱いんだと思われますよね。鉄がもうサラサラの液体になっているようなところ、そして内部コアに行くと、その鉄がですね、サラサラに溶けた鉄が今度は非常に高い圧力によって固体になってしまっている。めちゃめちゃ温度高いんですけれども、圧力も非常に高いので液体になれずに固体になっている、そういう場所が中心部分の内部コアです。で、気になるこの地球の中心の温度なんですけど、内部コアですね、地球の中心の温度、内部コアの中心の温度っていうのは約5700度と推定されています。見積もられています。5700度ですね。鉄を溶かすのに1500度ぐらいとか、なんというか私たちの想像の範囲って千何百度とか、その辺までが限界だと思うんですね。で、5700度暑いのは分かるんですけど、どんだけ暑いのか、想像の世界をはるかに超えているわけですね。そこでなんとかこの暑さをちょっとイメージしやすいようにですね、一つの比較対象を持ってきました。それが冒頭でお伝えした地球の中心部は〇〇と同じくらい暑いのこの〇〇なんですけど、実はこの〇〇は太陽の表面です。地球の内部は太陽の表面と同じくらい暑い。太陽も想像できないというか、想像をはるかに超えるものなんですけれども、でも太陽が暑いというのはなんとなくですね、いろんな地球科学系のビジュアル雑誌とか見ながらでもですね、なんとなくわかるわけです。太陽の暑さ、太陽の表面が6000度ぐらいで、その太陽の表面に匹敵するほどの暑さが地球の中心部の温度であるということです。地球の中心となんと太陽の表面が同じぐらいである。これでですね、なんとなく途方もない暑さのその暑さ具合がですね、なんとなくでも感じられるんじゃないかと思います。もうちょっとですね、具体的に言えるといいのかもしれないんですけど、太陽の表面と同じぐらい。ちなみにですね、この動画撮影しているの冬なんですけれども、日陰はめちゃめちゃ寒いなーっていう時でも日向に出るとですね、同じ冬でもポカポカあったかいんですね。夏場はなおさらです。日向に出たらめちゃめちゃ暑いですよね。で、この暑さっていうのは太陽の表面のその6000度っていう太陽の表面の温度が伝わってきて暑いわけではないです。まあ当然といえば当然なんですけれども、宇宙は空気がなくて真空であって、こう熱が伝わってくるようなそういう物質が地球と太陽の間にないわけですね。なんであんなにあったかいかって言ったら、放射といってですね、太陽から出てくるこの光ですね、赤外線であったり可視光線であったり、いろんな光が出てるんですけど、その光の放射によって温められているわけですね。それであったかい。なのでこの太陽の光を浴びながら、ああ太陽の表面 6,000 度だからあったかいんだなっていうわけではないんですけれども、まあそれでも太陽の光に当たりながらですね、私たちを温めてくれる太陽のそのもうメラメラと燃える太陽の表面と同じぐらい熱い場所が、私たちが住んでいる足元、地球の中心部にもあるんだということを、なんとなくですね想像していただけたらと思います。ちなみに太陽の中心はもっともっと熱くてですね、表面じゃなくて中心ですね、太陽の中心は1500万度ぐらいだと見積もられています。このチャンネルではこのような地学に関する話題をたくさん紹介しています。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。